お疲れ様です。お疲れ様です。なんて言っとった？おめえら二人。おめえら二人なんて言っとった？なんて言ったっけ？人には勝てる。何が？かけっこ。かけっこ。ああ違うか。ほんでそれだね。あのお絵描き時じゃね。あ、そうですね。はい。なんて言ってたおめえら。なんて言いましたっけマジで。なんて言ったっけ？なんか社長になら勝てると。勝てるって？俺には余裕で勝てるよ。はい、お前で男子だぞ。どちらが出る？え、でも言ってよ、私25歳なんで。いや、俺も43だよ。俺も43だよ、別に。どうやってやる？はい、これ斜めに走る。100メートルぐらいだったら。距離、でも100はなさそうな気がします。どれぐらいあるの？お前、やっとったもんで分かるの？え？自分で走って計測してみたいんじゃん。あ、そうっすね。お前、スポーツ何やってたっけ？で、何メーターが？メインは何メーター？メインは100。あもうやばい、ね、絶対負けない。勝てるフィールドに、自分が勝てるフィールドに。でも俺が勝ったら本当に顔出したぞマジで。はい、いい、はい、いや自信あるよ。むかつくなんか一点の曇りだしやん。むかつくわで、まあでもみどりちゃんも勝てると思いますよ。そんなに速い？でも行って女子でしょ。行って陸上部ですよ。でも自信ある。もともと何やってたの？私バレーボールです。バレーボール。はい。あバレーボールだったら勝てるなあれ。いやでもバレーボールめっちゃ走りますからね。バレーボールはーい、さーとか言ってるでしょ。そんなもんじゃないですよ。猛ダッシュしてバーンですよ。そう、でさーでバシンですよ。マジで。じゃあ、はーい、みどりちゃんとか言って。そんなぬるいバレーやってる。そう。今日も帰ろう、お好み焼き食べに帰ろうって言って。なんでお好み焼き。わかんない。昭和か。昭和ですね。はい、それ昭和か。はい。ちなみに、社長が勝ったらなんですか？リリーちゃんが勝ったら、リリーちゃんが勝ったらどうなるんですか？あ、リリーちゃんが勝ったらどうする？結婚仕上げてもらう。あ、大丈夫。マジいいらないです。マジでマジでいらないです。遠慮しにいいよ。いや、遠慮しずに俺をもらって。いや、いらないです。ちょっと顔が重い。ってきてるよ。よし、じゃあ準備しよう。返信するわ。はい、はい、お前ちゃんと使えよ。じゃあみんな手挙げて。はい。ちょっとね、でもミラクル、ミラクル、リリリリリの変身パワー、ラキラキラー。何これ、キラ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 。変身できた？できました。本当だろうな。はい、ちゃんと変身出しときよ。おお、なんか本気のやつだね。いやでもなんか、いや、そういや、なんかやばいって湧ける気がしてきたって感じです。そういや、なんか社長案外早くない？意外に。ちょっとガチで。みどりちゃんがマジでガチで。なんかもう毎朝6時ぐらい走っとるやつ。ですよね。ジョギングしてる人ですもん、マジで。確実に。あ、嘘つけな。部屋着がもう気合入ってるわ、じゃあ。ちょっとじゃあ、怪我しようちょっと体温めておこうか。はい。意気込みありますか？いや、なんか、思ったよりやばい。やばいですか？なんかだって、はい、ダッシュしたらなんか足がガクってなる。はい、あ、やばいです、ね。やばい。アキレス腱だけ伸ばしておいてもいいですね。アキレス腱だけ。あ、何て言った？アキレス腱だけ伸ばしてるとかいいですね。あ、アキレス腱、そう、ほんまになんか絶対ブチって言ったらもうやばい。マジでつる気するもん、ほんまに。いや、なブチって言ったらもう立てへんよな。立てないです。やばいよな。あ、動画一本撮れますね、そしたら。あ、確かに、それネタにすればいいか。勝てそうだな。早いですね。これ早そうだな。早い、早い。やばい、もうちょっと、やばくないですか？もう息がやばい。社長結構やばい。しゃしゃしゃ。いけるな。いけますね。いけそうな感じ。あんまり動きない。うわ、なんか陸上部みたいな動きしますね。陸上部がいけない。ちょっともう。あ、やばい。怪我しない程度。陸上部がいますね。やばい。いけるいける。社長が思ったより、はい、やばいですね。ガチ勢っていうか、ガチ勢、あの格好、もう格好から勝てるじゃないですかね。でも結構スピードダッシュ遅かったですよ、めちゃくちゃ。え、めちゃくちゃスピードダッシュ遅かったですよ。ああ、スピードダッシュ、はい、形だけがすごいっていう感じ。そうですね。準備できた？いや、全然無理だ。やばい気がします。俺なんか勝てそうな感じだったの。どう？ちょっと怖いです。ちょっと怖いですね。やるやつだなと思ったな。お前もっと職人の社長なめんじゃねえか。よし。いや、言って俺靴が不利だな。これウォーキングシューズだもんな、俺。ちょっと不利じゃない、これ靴見て。お前らそれスプリンター用だろ。
いや、ないです。普通に乱収です。ジョギング用。俺、あの歩き用だよ、これ。そんな違うんですか。よいしょ。勝手に作り話。よし、よーい、ドンでいきますね。やばいね、心臓やばいねんけど。マジで心臓やばいです。やばい。いいっすか。フライゲットちゃんといいよ、見とけ。カメラハンド入れとけ。わかりました。やばい、心臓の心が止まらん。位置について、よーい、はい、フライングフライング。ボルトもびっくりの。いや、これ2回まで。2回まで。2回でもうアウトだな、確実に。もうイエローカード。2回でイエローだろ。2回でもうアウトだな。もう完全に有利だな、今。じゃあ、どんなんで遅くない？あ？あいつが悪いよ、お前は。そこを見極めると、もう次あたりはもうアウトやね。アウトやね、2人とも。はい。位置について。よーい、ドン。やばい、社長に負けた。いや、俺抜けそうだったよな。もうちょい長かったらなんか言ってそうですね。いやー、くそー。じゃあもう一回やったらでも勝てるわ。確かに。いや、スタートで遅れだったもんな。いや、これちょっと言ってフライング気味じゃなかったあれ。いや、思いました。思ったでしょ。リリーちゃんよ。いや、お前、俺お前なんかフライングしたもんね。俺もうチャラからと待ってたんだわ。反射神経がいいんですよ。0.5秒待ってたから。そういうことですね。早かった気がしますよ。早かったよ。早かったです。ショーって出たもんね、はい、あーみたいな。どんで出ました。いや、そこはやっぱあれだよね、やっぱ訓練しとるもんね。確かにスタートで反応がバリバリだな、やっぱ、うん、そこはまあやっぱ部活のあれの成果もあるかもしれない。あ、もう一発行こうか。いいですよ、挽回したい。いや、まあ、体力は大丈夫です。敵じゃないわ。敵じゃないわ。そうですよ。どれぐらいで離れとった。え、でも人2人分ぐらいっていう言い方ですか。俺と社長とみどりちゃんは全然もうなんか鼻みたいな感じでしたね、その死刑場の。いや、結構体一つは入っとったよね。なんかみどりちゃんと社長はですか。リリちゃん全然敵じゃないです。みどりちゃんあいつ、はい、だいぶいっとんない。いや、そうですね、ひどいですね。ちょっとひどいよね。いや、多分早いっぽいですよ。なんか話聞いてると早いっぽいです。はい、位置について、よーい、スタート。いや、俺追いつきそうで追いつかんわ。圧倒的な差が、圧倒的な差が。いや、あいつ早いですね。みどりちゃん早いですね。いいやろ、いいやろ。うざいですね。うざいね、あいつ。もう手加減しとった。え、でも一点追いついとるぞ、これ。いや、ね、ちょっと来ないから。近くことあろう。気持ちの抜こうとしたところに来るけど。諦めてる。やばい、めっちゃ舐めてる。舐めてる。使うことないから。舐めてますね。手抜いた頃に来るみたいな。はい、お前だガッチリだったよ。はい、ガッチリだったよ。ね、最後もう最後も流してましたよね。疲れた。お前そういうところだったよ、仕事の。最後まで一生懸命やらないところ。俺はそういうところが仕事の結果に出るんじゃないかって言ってんだよ。なんかごめん。音が出ないみたいで、なんかごめん。お前で笑ってるよ。嘘、流しとった。流しましたね。そういうのよくない。もうイエーイって言ってましたもんね。そう。あ、言ってましたね。見ました。ちょうどちょっとカメラ確認しちゃう。多分序盤だけでしょ、力ですか。カメラ判定あるな。そう。なんでカットのが超えなかったみたいな。そう。本当に余裕。本当に陸上いつもやると思う。中学と高校1年の時やったんですよ。ずっとだ。この新たな自分がね。そうですね。いや、もう絶対帰宅部みたいな感じじゃん。ゲームしか行ったことない。高2からはもう帰宅部です。ほんとに、ほんとに100メーター走やってたの。100と幅跳びですよ、確かに。マジで。
はい、というわけで、あの塗装の会社の人と塗装したい。池田これ方本当にボロボロしてる。もうマジでいいでしょうか。なぜ塗装したいお客さんと塗装会社のつなぐマッチングサイト。普通 20% から 30% の。おーおーおー、 3% から5%ぐらい、3パから5パーぐらいにしようと思ってます。それはもう完全オンラインで、イギリス君だから、営業も一切入んないから、だからその代わりもう、だって変な呼び込みとか、だってああいうのって、呼び込み、もらってるじゃん、処分だ、こいつみたいな。こいつ、今日も切れ回すは絶望だったな。俺がずっと説明してたら、なんかずっとクスクス笑ってんの。みなりちゃんがめちゃくちゃ満面に。何でお前、ちょ、お前、ほんとよくないぞ、こいつ、大丈夫。お前、ずちょ、俺がこう説明してるのにずっと笑ってるの、言いづらいんだって。ちょっと走ってテンションがちょっと狂って、バグってます。そんな感じですよ。まあでも、ほんとに、まあいいもの作って、ね、あの、普通のマッチング会社ってその呼び込みって変にお客さんを無理やり集めるのがあるでしょ。はい、ね、いや、確実にあったでしょ。まあちょっと真剣にやってますので、ぜひそちらの方もまあリンク貼ってあるんでしょ、はい、求人マッチングと、求人外壁塗装のマッチング、塗り替え道場の求人も今シーリングと足場絶賛募集中なので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、チャンネル登録もこんだけ一生懸命したら、さすがに頼れてるかもしれない。マジでしてほしいですね。さすがにしてほしい。あとチャンネル、自分の番宣、はい、お願いします。あ、負けたで番宣なしだわ。大谷の日常、大谷社会人、あ、会社員、はい、会社員の大谷の日常、バサまあちょっとこれで、肉離れとかでもしたらネタにしようかなと思って、ならんかったですね。できないけど、いや、わからないよ、明日になって痛くなってんだよ。まあ、筋肉痛で終わりそうですね。そっか、明日これ痛くなりそうだよな、マジで。ね、で、さ、こっちでも、そっちも手伝ったりしたのかな。はい、手伝ってます。はい、それでやってますんで、またそっちの方も見て、ぜひ、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。またねー。